はい、本日もシートバッティングの様子をお届けしようと思います。本日シートバッティングの方は、ピッチャー2人おりまして、3アウト交代で交互に投げていくスタイルです。先頭バッター坂本選手、サード後方にフライを上げてしまいます。ここはサード堂田選手が捕球し、ワンアウトとなります。続くバッターは坂下選手です。はい、このシートバッティング、多分大会前のシートバッティングなんですけど、バッティングフォームもその前の大会期間中から若干フォームを修正している風に見受けられまして、これは大会前のフォームですね。これは結構重心が高く足も上げるフォームなんですが、最近では結構重心が低くてポイントも後ろめで率を残したい感じを見受けられます。まあ本人には聞いていませんが、そのような感じが見受けられます。はい、ここは若干外の球を引っ掛け、セカンドゴロだと思いましたが、監督がエラーをし、ランナー出塁です。この監督のエラーを切り取ったことで、私のチームのなんか悪い影響がある気がしますが、それは腹をくくっております。バッターは背番号1番田畑選手、ミスター暁です。創部当初からいる、旧チームアズレア時代からいる選手です。はい、話は変わりますが、太田暁工業公式野球部では、YouTube チャンネル開設しましたので、コメント欄、概要欄からご視聴いただけると幸いです。はい、レフト前ヒットで出塁でチャンス拡大です。チャンスで坂本選手を迎えます。初球外れてボール。ここも外に外れてボールです。確かですね、エリカー投手、前日もシートバッティングで結構な球数を放ってまして、ここ日曜日2連投ですので、ちょっとコンディションが悪いと思われます。チャンスでまず坂本選手ですね。これ今シートバッティングなんで2打席連続で入ります。坂本選手、今シーズンは絶好調です。本当に簡単にヒットを打っている印象があります。そしてもともといい選球眼、カウントは2ストライク1ボールとなります。ショート大谷選手のところに打球が飛びます。ここは若干後ろに守っていたため、一塁だけアウトで2アウトとなります。1点入りました。2アウト2、3塁でバッターは坂下選手を迎えます。初球内角変化球ファールを打ちます。続く2球目もカーブ、これは外れてボールとなります。ここはファールでカウント2ストライク1ボール。カーブ2球続けた後にストレートでファールを奪います。ここはツーシム系のボールでファールとなります。最後は外角ストレートで見逃し三振を奪いました。リカ投手、投手交代でピッチャーは高坂選手になります。大会前の調整ということで、肘の調子というか、もう肘の寿命があと少しに迫っている高坂選手、大会前ということで練習に来ていただきました。バッターは剥離骨折を半年前にしている田畑選手です。ここは高めを思いっきり引っ張っていてツーベースコースですが、足の調子が芳しくないためマイベースとなってしまいます。続くバッター堂田選手が入ります。正直に申し上げますと、ランナーがない状態になっているので、この続きではないという風な感じですね。
ワンストライクに追い込みました高坂選手。続く2球目、いわき捕手は何を選択するか。ここはカウントフォークで空振り、ツーストライクに追い込みます。そしてここの3球目、またしてもフォーク、空振り三振に打ち取ります。大坂選手、肘の状態がかなり悪い状態なんですが、今回かなり状態がいい風に見受けられます。バッターは田中選手を迎えます。田中選手、ストレート打ち返しました。外野がもたついている間に田中選手は二塁を奪います。チャンスでバッターは太田選手になります。ここはカウントフォークでワンストライク。続く2球目、これもフォーク系のボールかなと思います。いわき捕手来ますか。セアゾーンに入って落球でピンチ拡大となってしまいます。ワンアウト2、3塁になりまして、バッター田中選手を迎えます。ここは1点もやれない状況で内野前進の守備を引いております。大坂選手も低めを丁寧につくピッチングで、カウントを作っていきます。そしてこの球、ファースト直田選手捕球しまして、セカンドに投げました。ランナーは帰ってきてしまいます。ここで高坂選手は球数制限もあるためマウンドを降ります。またしてもエリカー投手が入ります。キャッチャーは坂下選手が岩城選手の代わりに入ります。確か岩城選手がヒットで出塁したような気がします。すみません、ヒットの映像を切り取っていなくて申し訳ございません。初球ストレートで空振り、2球目変化球見逃しで2ストライクに追い込まれます。そして3球目、バットに当てました。ここはショートゴロと思われましたが、ファンブルがありセーフとなります。バッターは三塁で大谷選手を迎えます。今シーズンバスター打法が成功しまして、打率を残している大谷選手になります。もともとボールに入っていけないような感じが3年前ぐらいあったんですが、このバスター打法にしてからしっかりとどの球にも引きつけて対応できるような感じがしております。ここはセーフティーバントでファール、しかし2ストライクに追い込まれてしまいます。変化球空振り、直原選手はスタートを切ります。ワンアウト2、3塁となります。後続1塁で、バッターは仕切り直しで、ピッチャーはエリカー投手、ノーアウトからで、バッターは清木沼選手が入ります。初球空振りです。やっぱりですね、まあ清木沼選手しかり、直原選手、岩城選手、でこの辺りが練習毎日来てメンバーがチームの底上げをしていかなければ、このチームはですね強くならないというふうに私は感じております。関根選手、ここは2ストライクからヒットを打てセカンドゴロです。シートバッティングは驚異の5割超え、岩城選手が打席を入ります。1打席目もヒットを放っております。長期見逃しボールです。これが最終バッターになりますね。今回最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、まあ、シートバッティングの様子はですね定期的に配信しますし、やっぱり緊張感を持ってやってもらうためにカメラでエラーとかもしっかりと収めていきたいと思いますので、ナオピーチャンネルの方よろしくお願いします。最後岩城選手、鋭い打球を宇宙間に放ち、本日の動画を締めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。5年の月日を経てついに登場、走れ大井チャンネルオリジナルブランド GS グローブ好評発売中。リクエストというメーカーなんですけど、グローブ作ってるんでぜひ、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ホームページあるんでぜひいろいろ見てもらえたらと思います。グローブをちょっと